こんにちは、こんばんは。共通テスト数学 1A 第5問です、ね。今年は本当に平均点が低かったのがね、これから先の2次の出願に大きく影響してきそうですね。ボーダーもかなり動くんじゃないでしょうか。さあ、まあ、今やってるのはとりあえず解き直し、そして復習、まあそしてまあやっぱりね、一度解いた問題みんな1時間ねしっかり悩んでね考えたんですよ、ね。それをもう答え合わせもせずにというか、まあ解き直しもせずにほったらかしてたらその1時間が無駄になりますから ね。ですから二次対策も兼ねてこういうのをしっかりと解き切るように、ね、頑張ってみましょう、ね。はい、それじゃあ早速いきますよ。図形の問題ですね、平面図形で、三角形 AB、 ちょっとまず簡単にね、最初から大きな図書くんじゃなくて、ちょっとね大体の大雑把なことをちょっとちょこちょこちょこっと ABC があって、重心を G として、ここ G があって、A とは異なる点を D とするとかね、まああるんですよ。 AG と BC の交点をこれを E とする、で BC 上でなくて、まあ、こうどこでもいいから F にすると、で DF と D がこうでしたね、さっきね。 DF と AB の交点を P にして、 DF と AC の交点を Q にするだけ、こんな形の図ができるんですけど、もうこれ書いた時点で、あ、これはもうメネラウスの定理だなって誰でも気づくと思います、ね。ちょっとこの辺に図もう一回書きましょうか。こんな感じでいいですかね。 A、B、C、ここに E、ね、重心があって、G があって、ね、で実はこの括弧1番でここにね点 D の位置が AG の中点であるって出てきます。だからちょうどこの三等分点の上の点が D なんですよね。で F 適当に取りますけど、もうどこでもいいや、ね、こういうふうに線を引いて、ね、こんな感じで直線を、これ F で、こっちは Pで、こうやってまあ改めて図をもう一度書いてみると、ちょっと 仮にこんな風にささっと書くんだよ。でそれからもう一回図を書き直してみて、ね。さあ最初のところ AD と D、これね、最初三角形 ABC の形状に関係なく AD と DE のこれ分数ですけど比ですからね、 AD 対 DE という風に読んでみてください。 AD 対 DE は見ての通り1対2です、ね、1対2です、まあ、ここはもう図を見れば分かりますね。である、また F の位置に関係なく BPAP、 これ BP、 これ PA の方がいいよね絶対 ね。 BPPA とくれば、BPPA だから、あ、しかもなんかここにも分数があるし、どうせこれはメネラウスの定理だなってことで、やってみましょうか。ここに書こうかな、ね、メネラウスこのここに、どうしよう、色つけるか。ここの三角形で、この三角形について、まあ、実はね、ここに選択肢があるんで、本来だったら選択肢先に見た方がいい。選択肢を。で、ちょっと特徴があるのがね、F がやたらと出てくるんですよ。ね。だから、まあ、あとは BC と PQ が、PQ ってここだからね、PQ なんて、メネラスに関係なさそうだね、これね。こっからこういくのがあるかな。まあ、BF とか CF、EF、まあ、PF、いろいろ F 絡みが多いです、ね。BC はここですからね。まあ、今こんな感じで、このオレンジ色で描いた三角形、この三角形を見ながら、メネラウスの定理を使ってみましょう。そうすると、BPPA。で、ADDE。で、今度は EFFB、ね、戻ってくるんだよね、 B まで、ね、この最初の B まで戻ってくると、イコール1ということで、実はこれがねさっきの2なわけだ。ここの AD と DE の部分がね2になるから、BPPA イコールにすると、これ2が2分の1、これ2分の1が2になって、でこの分数がひっくり返って EFFB という感じでね、2かける、だからこれで EF がここにかかるから、これ3番、
で FB がここにあるから1番ね。この式すごく大事なんでね、ね、あちょっと印をつけておきます、線引いておきますよ。でその次に2がここに入るわけだ、ね、で同じことをやるんですけど、今度は色を変えてと CQQ、 これも QA の方が分かりやすいんだよな。 CQQA 同じくこの真ん中の1対2をうまく使って、で今度は色を変え、緑色変えてにしようかな。あれ、ここあった、色変えるよ。CQQ、 これ QA にしよう、ね、こうやってね、なんかやりにくいよね、逆になってると。CQQA、 はい、CQQA、 ADDG で GFFC と最後に C に戻ってくるね。で同じ、あ、じゃあ緑でそのまま書こうか。 CQQA、 でそれから ADDEで EFFC、 ということで、今度は C、 CQ、QA イコール、はい、さっきと同じ、これ2、これが 2分の1でした。だから2が出てきて、でここの分数も逆になって EFFC ということで、もう一つの方もできましたと。で EF が同じく3番、同じ答え使ってもいいんだよ、こいつ。ちょっとね、この部分に一言あったんだけど、もう削りました。で、FC が2番か。ね、こうやって、12213223、まあ、ここまでできました。ね。いいですか、ここまで。さあ、次です。で、実はここにね、であるので、であるのでということで、この2つの結果を受けて、この足し算、まあ、つまりこれとこれの足し算なんだよね、結局ね。BPPA と CQQA、この足し算です、ね。これどうやってやるかっていうと、足せばいいんだよ。ね、BPPA 足す CQQA。もう僕 AQ 嫌だから QA にするよ。もうこれも PA にする。一応順番逆に書いてますからね。で、以降足すときに、まあ、両方とも2があるから2でくくって。でカッコ、これがね、これって番号だと分かりにくいんで、こっちの式戻りましょう。FBA、FBEFF、あ、こう下から書こうか。EFFB と。EFFB。足す、これも下から EFFC。となるわけね。で、実は、うん、この下に行こうか。2×。EF 通分、分母はもう通分する必要ないです。で FB 足す FC なんですけど、実はここで一つとても大事なことが出てくるんです。とても大事なこと、この、FBFC、 まあこれ FE ですよね、まあ言ってみればね。実はね、ここのこの3つ、どうしようかな、いくよ。 FB ってこれですよね、一番遠いところね。でそれから FC が一番近いところ、 F から一番近いところね。でそして最後にもう一本が、これが FE なわけだよ、ね、この3つの長さの関係、ここがすぐ分かるとあっという間なんだよな、ね。まあ、これが分かるかどうかっていう勝負かもしれない、ね、で実はFB 足す FC、 この FB 足す FC は FE の2倍なんです。これがこの2つの和ね、和が2つの和は真ん中の長さの2倍、等差中高とかね、まあ、要するに身長がこんだけの長さのものとこんだけの長さのものの平均ということね、足して2で割るとこれになる。逆に言えば、これとこれ足したものはこいつの2倍、ね、EF の2倍で EF でこれが消えて2人が死というふうな感じで、この3つの線分の長さの関係からこの分数が2になるってこと、これすごく大事なところ、ね、この前半の問題の一番の山場かもしれません、ね、イコール2なんです。
ということでこれで、とりあえず最初の問題は解決したわけだ。カッコ1の、ね、4ということです。さあ続きいきましょうか。続きいってみましょうね。はい、次の問題はこういう続き、まあ、続きというのは本当にあの今回の問題の特徴なんですけど、本当に特徴的なあのここの結果をそのまま使ってこれをやる、具体的な数字を入れてこんなことをやらせると、ちょっと条件が一つプラスされてますね。条件が一つプラスされてるんだけど、ね、改めて図を書いてみましょうか、ね。同じことやるんだよこれ実はね。いくよ。ABBCCA で986986、あの両手使ってね、こんな感じでね、986986986、このぐらいかな、このくらいかなってね、これまあ本当にそんなに正確に書く必要はないだろうっていうことなんとは思うんですけど、まあ、まあそれらしく書いておけば何かのヒントにはなるかもしれない。986という感じね。で重心じゃなかった、これが E があってこういうふうに線を引いて、その3等分でここに G があって、で今回も、D は AG の中点ですからここですね。でそして、同じようにこうやってね、また線引くんですけど、条件が1個あって、これがね、まあ、どのくらいに書けばいいのか全然見当がつかないんですけどね。ここに F を持っていきましょうか。はい、あの紙の向きを変えながら上手に書いてね、くるくるくる線を引きやすいようにね、くる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 回しながら書いたらいいです。でここに P があって Q があってね。で今回は円が必要なのでちょっと書いてみましょうかね。この4点を通る円、これがなかなか難しい。このくらいかなって今まで動画で何回かやってるんですけど、手を動かしながらね、だん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 こうやってペンを紙につけていくと、ほらほらほら緑色の円ができてきたよね。こうやってぐる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 とこう来て、なんとなくいい感じの図ができちゃった、できちゃったね、できたね、できたじゃないですか。まあこんな感じの図、綺麗ですね、綺麗ですね、自画自賛ってやつじゃん。はい、こんな感じです。でさあ続きなんですけども、さっき言ったように新しい条件が出てきた、ね、新しい条件が出てきました。つまりこの新しい条件、もう F を通る、まあ、F はまあ適当に取りましたけど、円周上にこの4点が並ぶような条件、ね、でこの時 AQ と AP の関係、 AQ と AP とくれば円にない、あ、円が出てきて直線があればもう方べきの定理ですね。 APABAP、AB イコール AQ、AC ですよね。方べきの定理だ、ね、方べきの定理を使って、で今求めたいのが、まあ、これ数字に直すと AP が9、あ違った、 AB が9だから、QAB かイコールで AC が6です、 6AQ ということでね、じゃあ AQ イコールにすると、 AQ イコールにすると6分の9、つまり2分の 3AP です、ね、2分の 3AP ということが分かる、ね、いい？さあでこれが新しい条件から出てきた方べきの定理による AP と AQ の関係。これ実はね、この AP と AQ の関係をどこに書こうかな、ね、これね、これがまあこれが2の3なんだけど、これ AP 対 AQ、 AP 対 AQ イコール2対3ってすぐ分かる？こういう簡単なとこなんだけどもすごく大事なことだよ、ね、AP 対 AQ が2対3ね、ここが2対3っていうことはこれで分かったわけ、この分数のところを埋めることによってね。いいかい、2対3だった、ね、さあ次です。次どうしましょう、ね、どうするかって、まあそんなにもうあの図形の問題でね、比が出てきたらね、もうやることは一つしかないんですよ。
ここを 2K にして、ここを 3K にして、ね、でそしてこの2つを文字を使って2対3だから K をつけてね、 2K、3K にしてやる。でそして全体で9だから、ここが 9-2K だとか、それからここも 6-3K です。こんな風にね、あの比から文字式にして、それを使って他の辺の長さ分かるところだけでいいですけど、こうやって、まあ、ここは4-4なんだけどね、まあ、分かるところだけ使って、まあ、式の形で表してみると、ね、さで AP と AQ なんです。さあ AP と AQ を求めるんですけど、実はねもうね1番でやってるんですよ、これ1番で。さあ見てください、ここ、この問題、この問題 AP と AQ ね、 AP と AQ 求めたいわけ ね、この AP と AQ で、そして BP と CQ って、 BP、CQ まさにこれじゃないですか。今この水色で書いたこの4つがそのままここに入るんですよ、ね、でイコール4だから、だからここはもうさっさといっちゃう、ね、1の結果より、ね、1の結果より、つまり BP、はい、分数書きましょう。 BP が 9-2K で AP は 2K ですね、足す同じく CQ が 6-3K で、そして AQ のところが 3K でイコール4なわけだ、ね、でこれを解くと、これ解いてやれば、まあ解き方いろいろありますが、まああのバラバラにしてもいいんだよ。 2K 分の 9-1 足す 3K 分の 6-1 っていうふうにね、この部分が両方1になるから少しは簡単になるかなっていう気もするんですけど、まあいきなり 6K をかけても別に難しくはないかな。うん、分けた方が楽なんだよ実際は、ね、こうやって2つの分数に分けて、2つの分数に分けて、あの1とマイナス1が2箇所出てくるか、それを移行して6にしたりとか、でそれで 両辺にどうすればいいかな、2をかければいいんだったかな、まあとにかく解いてみる。これを解いてやると、もうこれも答え書きます。ね、これ答え、あれいくら ?12 分の13。ね、こんな感じになるんですよ。まあ、解いちゃってください。これはもう皆さんお任せします。ね、大事なのは、前の問題のこの答えを使うってこと。これを利用する。また最初から何か考えてたらとても時間足りませんからね。だからやっぱ今回の問題の、中身としては、こういう形が多かったなっていう印象ですね。ということで、さあ、じゃあ 2K はいくらかというと、2倍するから6分の13。ね、じゃあ 3K の方は3倍したら4分の13。ね。じゃあ、ちょっとね、書き直そうか。これも消しましょう。ね。4分の13。分かったことはどんどん書き換えていく。6分の13。ちょっと字が重なって申し訳ない。ね。で、そうすると、ここも決まってくるよね。ね。6引く、これ6-4-24から引くと4分の11だね、4分の11。でここもこれ分母が6ですけど、6分の54、6、54、引く13で41か、ね、こんな感じが出てきます、ね、いいかい。はい、ここで APAQ 分かりました。で他の辺も分かりました。でまあ次の問題、CF を求めるんだよ。じゃあ CF どこ ?CF ってどこ探してみようぜ、探してみようぜ。実はね、CF はね、ここにあるんだよね。ここに。ここに CF があった。つまり、この式を使えば、なんとかなりそうなんだよ。ね。で、そこでやってみましょうか。どうしよう。ちょっとずらして書こうか。ここに移そうか。これをね。同じく、CQ QA イコール2×FCEF っていうのが1番で出てきてました。ね、これここの話だよ。この文の元になるやつね。だからこの穴、あの四角に埋めた文じゃなくって、途中の自分の計算式が分かるようにね、
分かりやすいように並べた方がいいんです。こういうところがさっと見つかるようにね。さあこれを使いましょう。でそうすると、はい、この CQQA ってさ、結局さっきのこの、ね、CQQA って11対13ですから、これ11と13だよね。 CQ の方が11 4分の11、ね、これは分数は比だから分母を無視してください。11対13だから11、13、ね、イコール2かけ EFFC ということで、これどういうことが分かる。これでこれ2で割ろうか、2で割ると、26になる。あ、間違えた。 FCEF、26分の11か、ね、こんなことが分かります。さあこういう分数の比は、あ、分数の値とはこれ比ですから、 FC 対 EF が11対26、ね、FC はここですね、ね、EF はこれですね、ね、で11対26、ちょっと書こうか。11対26ということは引き算するとここ15ってことになる、ね、だから15対11なんですよ。で実はこの E はこの BC の中点だから、実際の長さがね、本当はもう分かってるの、これ4です。長さが4だから、4対 X イコール15対11っていう、まあ比の式を作ってもいいんですけど、こういう時にやっぱり15分の11倍っていうのがすぐ分かる人は早いですよ。やっぱ、ね、すぐ分かるようになる、なってる人はやっぱ早いです。だからCF かな、 CF イコールこれの15分の11倍ということで、15分の44というのがこの答えになる。もう約分できないんでこんなもんですね。いいですか、ここまで。でこんな調子で、方程式の定理で比が分かった、ね、ここで比が分かった、それを2対3だから 2K3K にして方程式を解いてみた、こう省略しましたけど、解いてみると K が分かって実際の長さが出てきたと、ね、でその中で求めたいのは CF だから、前の方を振り返ってみるとここに CF があった、ね、そこでこの関係を利用すると、じゃあこれがね、ちょうどこの2つがここのさっき求めた線分の長さが使えると、まあ、そんな風に前後のつながりをよく見ていけばなんとかなるんです。さてで最後の問題なんですけど、最後の問題、この三角形 ABC の形状や F の位置に関係なく常にイコール10となるのはっていう話なんですけど、さっきは4だったんです、4だったんです。AG の真ん中に D が来ると4だった。じゃあ10になるのは、10にするには D をどこに持っていけばいいのっていう、そういう話なの、ね、だから実はね、この最初の2分の1ってこの辺からもう全部ね、伏線が張ってあるっていうかね、結構この問題って伏線回収が多いんですよ。ここで1、2、ここのところ ADDE を1対2でね、この ADDE を1対2に代入したわけね、1対2を代入して、でそれを変形して 2×になったわけだ。でそういう流れを受けてこの計算したら4になった、まあ、この辺、特にこの辺の計算ね、この辺りの計算が、大事なかったね。こんな感じね、いい、同じことをやるんだよ。ここでどうかな、こっちにやってみようか、ここにやってみようか、結構スペースがあるね、ここにやってみよう。いいかい、今度は、ADDE がわからないということで、もっと赤でいいかな、ね、3番ここにあります。AD と DE の比がわからないので、これを T とでも置いときましょうと、置くといいですか。でそうするとね、さっきのこの辺の計算、ここ、これが T になるわけだ。 T になってここが T 分の1になる、 T 分の1、ここは T だから同じことをやるんだけど、 T 分の1、 T 分の1ということは、当然この2つを足せばここも T 分の1、T 分の1、はい、移しちゃうよ、もうここ BPPA 足す CQQAE
イコールこの 2のところが t 分の1になるかけこれいくらだったかと、ここ全く同じだから ねここ同じで2、これが2だったわけよ、ね、です。いいですか。で条件よりこれが、ね、この式、今この式がね、あちょっと見え分かりにくいね、ちょっと分かりにくいですね、こうしようか、ね、BPAPCQAQCQQA ね、でこの分数の和が、ね、t 分の2になる、この t を使えばで、それイコール10にしたいわけだ。よりということは、まあ、t 分の2か、ちょっと書こう、あの汚くて分かんにくかったからね、t イコール5分の1なんですよ、ね、t イコール5分の1ってこれが5分の1ですからね、よってこれが5分の1ってことは AD 対 DE1 対5ね、 AD 対 DE1 対5、はい5分の1じゃないんだよ、じゃないんだよ、問題よく見ようね、 AD と DG の比ですね、だからAD と DG の比なんだ、ね、まあ、ちょっとこの図は違うんだけどね、この図はちょっと違うんだけど、ちょっともう一回ちょっとここに書いてみようか、いくよ。そもそも、AE というのは三角形のこの頂点とこの下の中点で、ここに A があってここに E があって、ね、で重心はちょうどここにあるんだよね、 G が ねで実はこれがこの関係っていうのは D どこかっていうと1対5だから6等分、今3等分してますから、さらに目盛りを追加して6等分にすると AD 対 DE は1対5ですから1対5で D がここに来るわけよ、ね、もう分かったね。つまりこの最後の問題、最後の AD と DG の比、ね、AD と DG はどうなるかというと、AD と DG、ね、1対3ですから 1,3、 つまり最後の答えは3分の1ということになる、ね、うん、まあこういうタイプの問題ちょっと過去にはあまりなかったんですけど、まあ なくはないけどもう本当特徴的だよね。最初はもう文字ばっかり、アルファベットばっかりで、なんかや何やってんだろうなっていう感じの問題なんですけど、その結果を具体的な数字が登場してその図形に当てはめてやる、でそうするといろいろと分かってくると、ね、で最後は、ね、同じことを今度は条件を変えて全部自分でやってねとね、そういう丸投げ受験生に丸投げした問題なんです。まあちょっとこれはそんなに難しくなかったんで、まあここまでだったら今までの共通テストだった、センター試験だったらこれがなかったかなっていう感じ、ここまでで終わりだったかもしれないけど、だから今回ねこういう余分な問題が1個ずつ増えてるんだよね。まあ選択問題だからね、選択問題だから全部の問題で同じような感じにしてるのかもしれないけど、ね、はい、どうだったでしょうか。あの図はやっぱ大事ですよ図をやっぱねある程度はね綺麗に書きたいですね。そういう時間も含めて、試験時間内に完璧に解くということが求められますので、やっぱ図を書く練習は絶対に必要です。いいですか。はい、それじゃあ、長くなりましたが、まあ、この問題の解説は以上にしたいと思います、ね、しっかりと、まあ、あの結果を利用するっていうところに気づけばそんなに難しい計算、だって3番の計算こんだけだもんね、簡単なんだよ実はな。はい、それじゃあ、こんなところにしましょう。これ今日も長い間ありがとうございました。ではまたね、さよなら、バイバイ。